ごめんね。悪魔因子はもともと持ってるの。サタンソウルを使うためにおかげで復活しちゃった。その者は捕まえてませんよ。気をつけて。こいつ人を操る。私もエルフ兄ちゃんもこいつに。下がって、リサンダ。エルフマンという者にはギルド爆破の命令を出しましたの。しかし誰一人殺せなかった。私の失態、教科様の前で恥をかきましたわ。あの男のせいで私の物語が破れていく。この歌は姉の命で償わせる。あなたが私の兄弟ね。へえ。この恨み、どのように晴らしましょう。落とし前をつけてもらわないとね。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。あなたは私に魂を売りますね。聞かないわ。行くわよ。テイクオーバー。行くわよ。テイクオーバー。行くわよ。テイクオーバー。サタンソウル。行くわよ。テイクオーバー。行くわよ。あのガキ。エゼルさん、今は戦闘中ですが、しばらくお待ちください。こちらも再生お願いします。あのガキに代償を払っていただかなくては。復活？余計なことを言ってはなりません、ラミ様。それは厄介ね。じゃあまずはここを壊した方がいいってことね。あなたにそれができますか？簡単よ。うわ、何これ。なぜ、どうやって。テイクオーバー。あなたがここに来るまでに、この触手みたいな悪魔全部支配下にしておいたの。悪魔を吸収する力だから、あなたにはマクロが効かないというのですか。
お互い様ね。悪魔であるあなたを吸収できれば私の勝ちだと思ったんだけど、私のテイクオーバーもあなたに効かないみたいね。メーレス、私のリミッターを解除せよ。自分に命令？我らはゼレフシの悪魔、エーテルです。人間の悪魔もどき、我にかなうと思う？テイクオーバー、サタンソウル、しろよ。な、テイクオーバーさえ決まれば私の勝ちなのに。テイクオーバー、はぁ、やっ、テイクオーバー、力のぶつけ合いってことでいいのよね。人間ごまがん解放、今この世から消滅させる。テイクオーバー、もっとダメージを与えそうで、もしかしたら我にテイクオーバー効かぬ。何度も言えば、もう少しで。テイクオーバー、サタンソウル、しろよ。マガン解放、今この世から消滅させる。テイクオーバー、力のぶつけ合いってことでいいのよ。せめて一部だけでも。今の脱力感は何だ。テイクオーバーされそうになっていた。エテリアスの声。あなたのマクロは一度支配下に置いたものを遠隔操作できるなのね。さっきの脱力感はこれか。こいつ、我の能力だけをテイクオーバーして。だからこう命令したの。無駄だ。我にマクロを実行できるのは我のみ。エルフも家族のそばに来て。戦を守る。こいつは危険だ。今すぐこの世から消滅させる。私は自分の力を信じる。家族を守れる。我に命令する。目の前の敵を八つ裂きにせよ。行くわよ。テイクオーバー、行くわよ。サタンソウル、しろよ。テイクオーバー、行くわよ。サタンソウル、しろよ。テイクオーバー、行くわよ。テイクオーバー。
我は我に敬礼する。目の前の敵を八つ裂きにせよ。テイクオーバー。申し訳ありません。私たちの勝ちね。やったね、ミラネ、エルフ兄ちゃん。リサーナとエルフマンがいてくれたからよ。リサーナ、すまなかった。操られていたとはいえ、お前を。エルフ兄ちゃんが悪いんじゃないよ。それに助けに来てくれたじゃない。そうそう。それにこれからエルフマンは私の操り人形だしね。え？